平成28年台風第18号は2016年9月29日に発生した台風。韓国南部を直撃して大きな被害をもたらしたほか沖縄付近で猛発達して特別警報が発表されるに至った台風である。進路図9月26日頃にウェーク島の西で発生した低気圧 98W が次第に発達し、 合同台風警報センターは同日に熱帯低気圧形成警報を発した。すでに熱帯低気圧として観測していた気象庁は28日3時に台風への昇格を発表したが、事後解析で発生日時を修正。同日 JTWC は熱帯低気圧番号 21W をつけた後、 29日15時に 21W は台風に昇格したことになった。アジア名、ジャバと命名された。18号は10月1日午前にフィリピンの監視領域に達し、フィリピン大気地球物理天文局によって、フィリピン名、イグメと命名された。台風は発達しながら、北西に進み、3日15時には、久米島の南で、 中心気圧915ヘクトパスカルの猛烈な勢力に発達した。18時にはさらに発達して905ヘクトパスカル、最大風速60メートルに達し、中心気圧910ヘクトパスカル以下、または最大風速60メートル以上という基準を満たしたため、気象庁は19時2分に沖縄本島地方に大雨、暴風、波浪、 高潮の特別警報を発表した。台風は、その後勢力を若干弱めながらも東、シナ海を北上、進路を東寄りに変え、5日未明には、韓国のチェジュ島を、正午頃には、富山をそれぞれ直撃し、大きな被害をもたらした。台風は、津島海峡を通って日本海東進し、一時間測史上初めて台風が日本海から直接、 新潟県に上陸する可能性も考えられたが上陸前の同日21時に日本海上で温帯低気圧に変わった。台風が10月5日に強風と豪雨を伴って韓国南部を通過したため沿岸部の約23万世帯が停電に見舞われた。6日までに鉄砲水により6人が死亡、4人が行方不明となった。 最大瞬間風速秒速56.5メートルを記録したチェジュ島では道路が冠水し空の便においても欠航が相次いだほか停泊中の漁船の船員が海に落ちて行方不明になったり河川の氾濫によりおよそ60台の車が流されたりした一方釜山では900校もの学校が休校となったほか6日夕方に開幕予定であったアジア最大の 映画祭、不山国際映画祭のため、ヘウンで海水浴場に設置された屋外ステージが、強風によって倒壊した。映画祭の関連イベントが一部中止になったほか、会場変更を余儀なくされるなどした。工業都市のウルさんでは、現代自動車の工場が、洪水に見舞われたという。五道島では、防波堤を歩いていた、旅客船の船員ら6人が、高波に襲われて、 海に投げ出された。6人は間もなく救助され、命に別状はなかった。国民安全署が5日6時までにまとめた被害状況によれば、チェジュ市の工事現場でタワークレーンが倒れ、近隣の住民6世帯8人が避難したという。市内を流れる艦川が4時頃に氾濫したため、ソギポ市では停泊中の漁船1隻が転覆した。さらに、 政治火力発電所の5機のうち2機が一時稼働停止となり24,998世帯が停電となった。ありがとうございます。